はい、こんばんは、ユンです。ユンチャンネルです。今日でおかげさまで連続投稿50回目になります。ありがとうございます。最初ね、始めた時に、とりあえず30回はみんなに知ってもらうためにね、30回は頑張ろうって思って続けてたんですけど、もう今日で50回目。これもね、本当見てくださってる視聴者の皆様のおかげだと思っております。本当だよすごいね、やっぱり心折れそうになった時もねあるんですけどね、やっぱりコメントいただいたりね、視聴回数みんな見てくれてるなって思うとすごいね、心がほっこりするというか、本当にありがとうございます。これからもね、ちょっと頑張っていきたいと思いますので、まだね、チャンネル登録お済みじゃない方はこの機会にぜひまだ早いって先に紹介してから言えってね。そうだよね、はいというわけでね、バッグもね今日変えてきました。今日って言ってもだいぶ前から仕込んでて早く飾りたいなって思ってたんですけどタピストリーもねミクちゃんにしました。で、いつも横にいてくれるミクちゃんもね、変えて、ちょっと夏を先取りな感じのミクちゃん、お隣に、サポートに回っていただいてます。で、T シャツもね、変えてみました。わかるかな？これちょっとわかりづらいんですけど、みんな大好き、レムちゃんです。リゼロのね、ちょっと鬼がかってるレムちゃんの T シャツ。なんかこの調子でね、節目でタペストリーじゃあ T シャツじゃあって買ってたらなんかえらいことになりそうだから、多分そのうち固定すると思いますまあまあそこは私の気分次第で、なんとはなしにね、変化あるかもっていうのを楽しんでいただければ、何よりです。はい、というわけでね、50回目今日いきますよ。まずは今日の戦果からですね。はい、ドーン、ゴールデンカムイの一巻です。もうこれは言うことないですね。で、私以前一回読んだことあったんですけど、ちょっと合わなくて敬遠してたんですけど、まあ完結するよっていうことでね、まあ、だいぶツイッターの TL なんかも盛り上がってましたし、まあこれを機にね、もう一度ちょっと読んでみようと思って一巻だけとりあえず買ってきました。で、お次、レン、大丈夫かな、ハイドアウトです。これ短編で、まあちらっと見た感じ、まあサスペンスホラーな感じかな。まだちゃんと中読めてないので、まあ読むのが楽しみですっていつも言ってるやつですはい、というわけでね、今日の戦果は終わりで、で今日おすすめする漫画、これはね50回にふさわしい、何かっていうと、こいつドーン、あんまりドーンってやるとイーゼルが壊れるからね。ギフトプラスマイナスです。これはね、もう、有無を言わさず読んでいただきたい。そんな一冊。まあまあ、ちゃんと順を追って説明しますね。ここに、まあ、書いてある女の子が主人公の女の子で、鈴原たまきちゃんっていう、まあ女子高生なんですけど、ただの女子高生かと思いきや、実はね、人間の解体屋です。人間をね、解体して臓器をね、取り出す。っていうのも、この兄弟であるたかしっていう男の子と一緒になってて、一緒になってて？いえ、一緒になって、犯罪者、特に殺人を犯したようなね、たちの悪い犯罪者を、まあ、捕まえて、で、そいつらを裁いて、で、その臓器を、まあ、闇医者に流して、まあ、誰かの治療に役立てる、役立てるって言い方もあれですけど、まあ、そんな臓器売買ミステリー、サスペンスか、サスペンス、という形でお話が、始まります。で、この玉木ちゃんは、その解体をする、まあ役目を背負ってるんですけど、そこにはね、一切感情がなくて、
あの悪者を退治してやったぜっていう、なんだろう、一種高揚感みたいのもないですし、でその裁いちゃうってことは、まあその犯罪者をね殺してしまうわけなんですけど、それに対する罪悪感とかも一切ない、もう淡々と、むしろ命をありがとうで、命をすごく大切にする子なんですよ、この玉木ちゃん。なんだろう、自殺しようとね、学校から飛び降りようとしようとしたね、噛んだね今、うん、女の毛噛み倒してるねごめんなさい、ちょっと興奮してるんで今回まあ自殺で、まあ、学校から飛び降りようとしてた女の子を助けたりだとか、すごく命を大切にする子なんですけど、その臓器、まあ、解体することには何のためらいもない、むしろその臓器で助かる人がいるっていうことに、まあ、重きを置いてる部分があるですけども、最初のうちなんですね、それが。やっぱりだんだんと置いておこう、はいで、何をそんな期待させてって思うかもしれないんですけど、このギフトプラスマイナスは、あのサスペンスとしてストーリーがめちゃくちゃ素晴らしいです。もうこれ以上のサスペンスのストーリーを過分にして知りません、私は。なのでね、ひょっとしたら、いや、それより面白いよっていう方いらっしゃるかもしれないんですけど、現行でやってるサスペンスではもうダントツで一番だと思ってます。あのトリックとか、なんだろう、そういった描写に関してはマイホームヒーローの方が面白いとは思うんですよ。割と、なんだろう、トンチが効いてるというか、うん、ただストーリーを見た場合はマイホームヒーローより上だと思ってます。で、まあストーリーストーリーって言ってるんですけど、まあどんなお話かっていうと、まあさっき言った、まあ犯罪者を捕まえてきて、で犯罪者解体して、その臓器を流して、まあなんだろう、人助けって言っていいのか分かんないけど、をしてるんですけども、そこにね、やっぱりそういう闇のお仕事はね、いろんな筋の人が関わってきます。でもう最初の頃から、もう今これちょっと前に言ったね、25巻がちょっと前に出たばっかりなんですけど、まだ読めてないんだけどね、これ大陸系のね、その筋の連中とかが出てきたりで、いろいろ揉めます。ただその臓器売買で揉めるだけじゃなくて、さらにそこからどん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 ストーリーが膨らみます。ただの臓器売買臓器売買ビジネスだけのお話にもうとどまらないです。もうさらに深く、さらに濃く、どん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 ストーリーが明かされていくと同時に、さらにその深みがまた出てくるっていう、ものすごく面白いストーリーになってます。で、なんだろうな、そう、キャラクターか、うん、ストーリーだけじゃなくてキャラクターに関しても、ほんと一癖も二癖もある連中ばかりで、もう捨てキャラっていうキャラはほぼいないです。こいつ、あれ、え、なんで、え、あ、え、あ、えーっていうあんまり言うとネタバレになるんでね、ちょっとさじ加減が難しいんですけど、そんなね、驚くような人物だったとかも出てきますし、もうストーリーとキャラクターがもう見事に噛み合って、めちゃくちゃもう珠玉のストーリーになっております。でストーリーストーリーうるせえなんて思うと思うんですけど、まあ話自体はね、やっぱり臓器売買がメインのテーマになってるので、まあ、重いストーリーなんですけど、すごい、これがまたすごいところで、くどくないんですよ、読んでて。なんか重い話ばっかりだと疲れるなとか、
あると思うんですけど、このギフトプラスマイナスに関しては読んでても全く疲れない、くどくない。そのくせ、あ、なるほどこういうことかと思ったらさらに奥行きが見える、そんなもう最強な個人の感想が入っちゃうけどね、うん、ストーリーになっております。で、これが調べた限りだと一巻丸々試し読みできるところがあったんですよ。ネットでね、ネットでねってまあ当たり前だけどなので、ユンすっごい押すなって思った方、この一巻丸々試し読みができますので、ぜひね、読んでいただきたい。この作品の雰囲気っていうのが一巻を読めば何とはなしに伝わるでしょうし、で一巻で、はいはいこういう話ねって思ったら間違い、それだけは先に言っときます。さらにすごい展開になります。なので一巻丸々試し読みして、そこで満足するのじゃなくて、満足するのでなくじゃなくて、うん、さらに次を読んでほしい。なん難しいな、本当好きな作品ってね難しいんですよね。どうしても愛がね、うん、出ちゃう。でもそれぐらい面白いお話になっております。試し読み、うん、本当一巻丸々できるので、試しにね、本当読んでください。ぜひ。というわけで、じゃん。今日のまとめ、極上サスペンス。さっきも言った通りね、原稿今まあ連載してるサスペンス漫画では私は一番面白いと思ってます。まあもちろんね、マイホームヒーローだったりマンシュアヘンスクワットだったり、まあ面白い作品あります。でガンニバルとかちょっと前に終わったやつとかね、そこら辺も全部読んだ上で私はこのギフトプラスマイナスが一番面白いと思ってます。で次いいかな、画角、うん、止まらない展開、錯綜する思惑とあるんですけど、さっきも言った通り最初はね臓器売買の話から始まるんですけど、もう物語はそれだけにとどまらないです。そこにはねやっぱりいろんな人間のね思惑がね、もうごっちゃ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 絡み合うんですよ。それがね、もうだからキャラクターもすごい一癖も二癖もあるって言ったんですけど、ストーリーとキャラクターが本当にうまく噛み合った、そんな極上サスペンスになっていると思います。多分こんな熱量で説明するの初めてじゃないかな。なのでね、それだけちょっと面白いんだっていうことだけでもね、覚えていっていただければ幸いです。はい、というわけでこのね、まあ、50回目の放送動画漫画紹介以上で終わりたいと思います。ほんとねってさっきから何度も言ってるんですけど、ここまで来れたのは本当皆さんのね、もうツイッターでは皆さんいいねとかリツイもねしてくださる方いらっしゃって、でコメントもねいつもくださる方もいらっしゃって、でなんだグーグー毎回ねいやらしいタッチでね催促するんですけど、押していただける方がね本当いらっしゃるっていうのがもう心の支えになっておりますので、よろしければね今回もそしてあわよくばチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もうこれからもね本当50回満足せずにね、もう次はだからお祝いするのは100回目だね、うん、だいぶ先だね、うん、頑張るよはいというわけでね、ちょっとだいぶ興奮気味で何言ってたかちょっと自分でも分かんないですけど、まあ今日の動画はここで終わりたいと思います。はい、というわけでね、ここまでご視聴ありがとうございました。またの動画をお楽しみに。んー
バイバイ。